ここがデータセンター。すっげえ、最先端のデータ処理設備だ。機密データがここから出たらいいんだけどな。君、今のはひょっとしてデータとデータを。うはん、ここならゼウスの核心に迫る情報があるかもしれない。あるかもしれないが、この膨大なデータ量、骨が折れそうだね。厳重に管理されているファイルをリストアップしてみます。頼んだぜ、はい。電電センサーで何かわかるかもしれません。トリガー、ブルバースト。どうだ。電源センサーを使ってみましょう。こいつなら。さあ、振り切るぞ。これは事故の前日にゼウス博士が書いた記録です。事故の詳しい経緯がわかるかもしれない。読んでみよう。何々、いよいよ明日ムチリの創造実験を行う。やや不安定な数値も散見されるが、誤差の範囲だ。結果に大きな影響は出ないだろう。このプロジェクトは財団内の注目度も高い。盟友であるアイダ博士も島に来てくれた。彼女はナビ AI のメンテナンスだと言っているが、
実験に注目していることは一目瞭然だ。財団、そして彼女の期待に応えるためにも、実験の失敗はもちろん、遅延も許されない。これが事故の前日のゼウス博士。アイダ博士が盟友とはな。だから調べ回ることができたってわけか。分野は違うが、二人とも天才同士、話があったのかもしれないね。しかしゼウスの計画については触れてねえな。他にも何か情報があるかもしれない。探してみよう。この程度か。どうやら見つけたようだぜ。ここは俺に任せて。お前を止められるのはただ一人、俺だ。事故の後の記録だね。読んでみようぜ。まさか実験が失敗してしまうとは。不死身化のために供給した大量のコアエナジーに耐えきれず、ムチリは暴走し爆発。私も瀕死の重傷を負ったが、ゼウスメモリによって一命を取り留めた。しかしアイダが爆発に巻き込まれ消滅してしまった、だと。まだ続きがあるね。同じレベルで語り合える盟友を失うことがここまで苦しいとは。私は計画の目的を変更し、ムチリをベースにアイダを復活させることを決意する。ムチリの不死身の肉体があればアイダを二度と失うことはない。失敗の原因も分かっている。問題は彼女の頭脳だ。肉体は消滅した。あの頭脳を再生させることができるだろうか。そうか。アイダ博士は事故に巻き込まれていたが、これで元々の依頼は永遠に果たせなくなっちまったわけだ。翔太郎さん、まさかこの事件から手を引くんですか？何言ってんだ。こんな大事になって今さら手を引くわけねえだろ。つうか何ビビってるんだ。アイ、それが先ほどから私の処理が不安定なのです。それはきっとアイダ博士が死亡したっていう情報を知ってしまったからだろう。そういえばアイはアイダ博士に開発されたんだった。つまり生みの親の死を知って動揺してるってこと？それだけ高度な AI だってことなのかな。アイとアイダ博士のことはともかく、
今急ぐべきなのはゼウスの計画の阻止だ。確かにあまりゆっくりもしてられねえが、大丈夫か？はい、はい、大丈夫です。ここに暴走制御に関する資料はないようなので、上のフロアへ向かいましょう。そうだな。しかし上に行く手段が見つからねえ。探さねえとな。久しぶりだな。お前たちにまた会うとは。ダイド、ゼウスが言っていたのはお前のことだったのか。ちょうどいい。退屈していたところだ。またあの時のように俺を追い詰めて生きてるって錯覚させてくれ。死神のパーティー会場はこの上だ。待っててやる。待て、ダイド。ダイド克巳、どうしてここに。上だって。見たところかなり高くまで空洞が続いているようだが。なら俺が行くよ。ちょうど試したいコンボがあるし。そうだね。僕たちはダイドとは相性が悪すぎる。リープ、相性が悪いから戦わねえってのか。そんなことは言ってないよ、ボス。僕たちも後から必ず駆けつける。先に行っててくれ。分かった。さあ、アンク、試したいコンボ分かってるな。試したいコンボ、お前まさか。ダメだ、俺のメダルは渡さねえ。いいだろ、ちょっとの間だけだし、後でアイス100本あげるからさ。100本、そうだろう。絶対返せよ。サンケ。じゃあひとっ飛び行ってきます。頼む、俺たちも後から追いかけるぜ。
来たのはお前か。こんな場所飛べなきゃすぐには来れないでしょ。まあいい、死んだ俺でも生きていると錯覚できる、あの感覚を味わわせてくれるならな。わからないな、どうしてゼウスみたいな奴の言いなりになるんだ。言いなりか。俺も奴の計画を利用する。俺の目指す世界のために。それにしても大道勝美まで現れるとはな。ネバーの技術も絡んでいるとはいえ、まさかあいつ以前フートでやろうとした全市民をネバーにする計画をゼウスの技術を使ってまたやろうとしてるのか。そうかもしれないね。そんなこと絶対にさせてはいけない。でも彼を見るとな。あフィリップ、ダイドはすでにフォンデモネー寮のコアエナジーを摂取している。これ以上摂取し続けるとどうなるかわかるよな。ああ、ウバと同じく暴走してしまうだろうね。そして自我すら失う。そうなる前に俺たちの手であいつを止めてやらなければ。分かった。でも彼のマキシマムドライブはガイアメモリの能力を奪う厄介な力を持っている。それならすでに手は打ってあるぜ。オーズに攻略法を教えておいた。あいつのマキシマムスロットの場所をな。今回は君に助けられそうだね。褒め言葉は後でゆっくり聞かせてくれ。それより今は行くぜ相棒。お前の切り札は封じたぞ。俺の体はコアエナジーでさらに強化されている。俺は不死身だ。俺の罪は終わらない。これからも永遠に重ね続ける。ならその永遠俺たちの手で。さあお前の罪を数えろ。Ah! Ah! 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 Ah
ーエクストリーム。どうだ。ダイド、お前。俺は地獄から帰ってきても明日を手に入れることはできないか。もうやめろ。君だってもう分かっているはずだ。人間は君が知っているような人間ばかりじゃない。黙れ。お前に何が分かる。明日がある。お前たちに。エターナ、お前には失望した。だが一つ感謝しなければいけない。君だけが膨大なコアエナジーに持ちこたえた。君のデータがあれば研究はようやく完成する。ゼウス、とうとう完成するのね。私は何を。今の声はバイト。どういうことだ。アイ、お前を今すぐ調べる必要がありそうだ。すまない、アイは連れ去られた。ゼウスのやつ、なんだってアイのこと。もしかしたらゼウスはアイの秘密に気づいたのかもしれない。おいフィリップ、もしかしてアイのことでまだ俺たちに言ってないことがあるのか。すまない、万が一にもゼウスに知られないためにみんなにも言ってなかったことがある。アイにはアイダ博士の記憶が宿っている。それは全て隠れていたようだったが、僕たちと行動して少しずつ記憶が蘇っていっているように見えた。ゼウスは記憶が宿っていることまでは知らないはずだけど、何か気づいたかもしれない。ゼウスがアイの秘密を知っちまったら先に進むしかない。愛がいないとセクターの解放はどうする。あ、それなら俺できるけど。イズ、生成セクターを解放して。よし、先に進もう。翔太郎、行くよ。この気持ちを抱えながら進まなきゃな。